はい、上熊本駅から今から17時21分に八代行き、あのですね、ちょっとお腹すいたんでですね、熊本駅に一旦戻ります。柱、駅の上空を支えている柱なんですけど、なんかすごく仰々しいなと思ったんですけど、これって熊本城のイメージなんですかね。なかなか迫力あります。はい、熊本駅まで戻ってきました。はい、ですね、熊本駅まで戻ってきたんですけれども、これはですね、食べるところ、この肥後よかもん市場っていうところですね、たくさん食べるところがあるんで、それで熊本駅まで戻ってきたということです。はい、まずトイレ行きましょう。弁当の嫌いだ、熊本のやつなんですよね。はい、ごちそうさん。はい、結局ですね、ラーメンにしました。熊本といえば、あの駅の近くなんですけど、近くといってもちょっと歩くんですけどね、黒亭とか、それから崎陽軒なんていうラーメン屋があるんですが、黒亭はですね、先々週、やっぱり出張で来た時にですね、帰りに寄ったんですよ。で、崎陽軒もすぐ隣ぐらいのところにあるんですが、まあちょっと熊本駅から少し歩くんで疲れてるのでやめて、駅ビルの中のラーメン屋にしました。美味しかったです。はい、お腹も満たしましたので、今から電車に乗りたいと思います。はい、熊本から210円。はい、上熊本までの切符ですね。先ほど上熊本まで、先ほど西熊本から上熊本まで、乗りました。それなので、上熊本からこちらに来るときはすごかできました。で、今度、熊本から上熊本に行くのにすごかを使うとですね、すごかのタッチ生産ができないんで、この紙の切符を買ったというところです。あ、間違えた、こっちのホームじゃなかった。こっちですね、何も見てなかったよ。はい、それでは熊本から18時10分発の鳥栖行き、これに乗っていきたいと思います。では乗り込みましょう。
食です。ここでですね、後続の普通列車に乗り換えます。熊本の出張を終えて、大野城まで帰ってきました。またですね、熊本行く機会があるんですね。いつもはですね、資材とかがあるんで車で行ってるんですよ。ところが今日は、身軽だったので電車で行くということにしてみました。はい、また、熊本の方に出張行くとき、電車で行けるようなときがあったらまた動画にしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。